こんにちは、しょうこです。毎週様々なホテルで過ごすアラサー OL です。今回は番外編です。皆さん、日本三大花火大会をご存知ですか？まあ諸説あるのですが、現在一般的に日本三大花火大会と呼ばれているのは秋田県大仙市、茨城県土浦市、新潟県長岡市の3つですかね。今回はなんと秋田県の全国花火競技大会大曲の花火大会に訪れることができたので、いち早く共有していきたいと思います。大曲の花火大会は2部構成になっていて、5時10分から昼花火、6時30分から夜花火を楽しむことができます。昼花火の競技は全国でも大曲の花火だけとなったそうです。昼花火は昔から花火通の人が好む花火と言われています。夜花火の光の演出とは異なり、昼花火は煙の形や色のついた煙で空に模様を描き出します。昼花火は初めて見ましたが、花火の新しい楽しみ方を知れた気がします。から先は第2部である夜花火をお届けしていきたいと思います。それではどうぞ。ようこそ花火の街大曲へ。オープニングを華やかに800メートル舞い上がって、全国花火競技大会のスタートが目指します。おかげさまで大曲の花火は今年で96回を迎えました。長い歴史に培われた光と音の結晶を最後までお楽しみください。Oh, God.
they break down and cry. My God, she was so great. Why did I even try?
Thank you.
Thank you.
日本三大花火大会と称されるだけあって感動レベルの花火でした。今回有料観覧席の取得であったり、あと宿ですね、そして交通情報についてもお伝えしていきたいと思います。今年は有料観覧席は抽選ではなく先着順で、私たちは展望席ボックス席という定員4名の席から観覧しています。大曲の花火大会に行こうと決めたのが有料観覧席の発売開始前ではあったんですけれども、周辺の宿はすでにほぼ予約で埋まっていました。なのでこの日はちょっと遠い田沢湖あたりの宿に宿泊しています。宿は通常の2倍くらいの金額になっていました。新幹線はちょっと買うタイミング遅れてしまいまして、私が見た時には全て完売になっていました。秋田までの新幹線は全席指定席なので注意してください。私は地元の友達が車で行くと言っていたので、地元まで前日に帰っておいて拾ってもらいました。本当に助かりました。車の渋滞は時間によると思いますが、余裕を持っていくことをお勧めします。私は過去2回新潟の長岡祭り大花火大会に訪れています。今回秋田の大曲の花火も行けたので、残すは茨城県、これで日本三大花火大会制覇できるかなと思うので、いつか訪れたいなと思っています。ホテルでの滞在期以外にも旅行風景や撮影機材などもお届けしていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録をお願いいたします。最後まで見てくださりありがとうございました。